増税に伴う運賃をめぐっては従来の10円単位の運賃に対し IC 乗車券の普及に伴い首都圏の大手鉄道会社やバス会社などが1円単位の引き上げを求めていました券売機と IC 乗車券で料金が異なる二重運賃となり利用者の混乱も指摘されていました検討を進めてきた国土交通省は 消費税の引き上げをより正確に運賃に反映できるとして IC 乗車券での1円単位の運賃導入を認めました。